池上からのボール、おっ高木サイドもう一人誰か触りましたが、ただ高木が反らしてという形で、いやー高木が触ったかどうかというところ、ただ高木のニアでの反らしから生まれたと言ってもいいこのゴール、ちょっとご覧いただきましょう。ニアで高木大輔反らす、そして高木、まあ、ディフェンスもいましたけど、よく足出しましたね高木選手最後。あ、そうですね、合わせてますね。